特集です。幼い子供を抱えた母が一念発起して自らラーメン店を開業することになりました。厳しい修行に耐え、ようやく開いたラーメン店ですが、そこに待ち受けていたのはさらなる試練でした。横浜にその店ありと評判の吉村屋、一日に1000人の客が押し寄せる超人気のラーメン店。30年前小さな店からスタートし、今や名店として不動の地位を築いた吉村実さん。家系と呼ばれる看板を掲げ、その味を守っている。豚骨鶏ガラをベースにした濃厚な味に惹かれ、弟子を希望する者が後を絶たない。てめえでいいよ、この野郎。だがその教えは厳しく、逃げ出す者も数知れず、そんな厳しい修行に耐え独立を目指す初めての女性の弟子がいます。内田孝子さん。女性といえど吉村さんは容赦しない。何も分かってねえじゃねえかこの野郎。もう火消えてんじゃねえの、おいガスが漏れてんじゃねえの。落ちたろこの野郎。先生と初の女性経営者なんだからよ、もうちょっと踏ん張れよ。はい。社長のお仕事どうなの？そうですね、とっても厳しいです。もしかしたら明日来れないかなって。おまたばしなくてもあります。吉村来てよかったのかよ。あ、よかったです。なんで？蹴飛ばされて怒られて、何がよかったの？でも、希望を持ちますので、お金持ちになりたいです。お金持ちになりたいのか？実は、高子さんは中国生まれで、上海の一流大学を卒業したエリート。その彼女が12年前中国に旅行していた現在のご主人と知り合い結婚。ご主人は中華料理店を経営していたが、徐々に先細りとなり、今は店を人に貸している状態。お金もない、生活費もない。失敗は絶対許せない。私失敗は思っていません。対するご主人の方は、彼女はもう向上心に燃えてるんですよ。早話が何でも一番じゃなきゃいけないっていうか、一人は負けたくないと。で、私の方はまた逆で、まあ、何とかやっていければいいんじゃないかと。元はといえば、ご主人の店の経営不振から始まった計画なのに至ってのんき。二人の子供を抱え切羽詰まった高子さんはラーメン店を開くことを決意。そして辛い半年間の修行を乗り切り、最後の日を迎えました。店主として独立するための最後の実践練習。5人前の麺を一度に茹で、5人分均等に丼に入れなければならない。ところがここで大失敗をやらかしてしまった。最後の麺が足りなくなってしまったのだ。バカかこの野郎。はい、すいません。もうちょっと俺失敗やってんじゃねえかバカ。はい、すみません、今すぐ取り出せ。はい、すみません。いいな、やれ。延期しろ。どうもすみません、すぐ取り出します。すぐ取ります。パニックなるね、自分の店で。はい、早く中断やれよ。気が動転し、何をしたらいいのか頭の中が真っ白。足りなくなった一人分の麺を急いで茹でなければならないのに、他の注文を聞きに行ったりの大混乱。家系ラーメン店初の女性店主の誕生に吉村社長の期待は大きい。だがその分教えも厳しい。最後の修行で大失敗、客の前で大恥をかいてしまった。果たしてこれで店主として切り盛りできるのか。はい、もう最後だからね、はい、もうこれでご苦労さん、はい、もう全て教えるもん教えたから、はい、あとはもう自分の店で頑張りや、はい、いいね。全てをつぎ込んだ高子さんの店、生命保険や子供の学資保険を解約し、わずかな貯金をはたいてひねり出した開店資金800万円。ところがその店の立地は最悪、人通りも車も少ない県道沿い。いよいよオープン前日、開店資金が少なく、ここでやむなく店を構えた高子さん。店が成功するかどうか、それは高子さんの両肩にかかっている。当初ご主人も一緒に吉村屋で修行、ところがあまりの厳しさに逃げ出してしまったのだ。以来ご主人は高子さんの後ろからついていくという弱気の姿勢だ。スープの仕込みに汗を流していたその時、社長、気を作って。大丈夫なのか。あ、嬉しいです。しょうがないじゃん。ありがとうございます。
はい、すいません。気が揉めて仕方がなかった吉村社長、案の定スープが薄い。初の女性店主にぜひとも成功してほしい。だが不安材料はいくらでもある。吉村社長は立地の悪いここでのオープンに反対だった。しかしその意見を聞かず、孝子さんは勝手に決めてしまったのだ。もう涙が出てきた涙が出てきちゃうよ。社長だったらどうします？こんなとこでやんないよ。死んでもやんないよ。運は手に任せてやれ、はい、でもここも当たるようにします。そうしてくんなきゃしょうがないじゃん、はい、こうなったらやるっきゃない。オープンは明日。タコさんの気合が入る。さてオープン当日、おしいんもタコさんの手足となって動くはず。オープン記念で特別価格300円。華やかなオープンの準備が整ったと思いきや、店の中ではおりゃニンニクの瓶にラベル貼り、どこかずれている。これでは吉村社長ならずとも大丈夫かと言いたくなる。いよいよオープン。期待を胸に女性店主の誕生です。目標は200。はい、200杯はい、はい、頑張ります。そして訪れた最初の客。最初のラーメンを作る。緊張が走る。4人分のラーメンを一度に作る。修行最後の日の大失敗が頭をよぎるが、はあ、どうやらうまくいったようだ。まさに失敗は成功のもと。半年間の修行の成果。はい、どうぞ。お待たせしました。果たして第1号の客の評価はどうだろう。スープがね、もう少し出汁ができてないって感じ。評判はよろしくない。それでも夜まで客足は途絶えない。家系という看板の力なのか。しかし肝心の味はちょっとどれも合格上げられないかなっていう、まあ、辛口評価なんですけど。いまいち。なんかうどん食べたかな。うどんラーメン。厳しい意見が飛び交う初日が終わった。今日何杯売れました？今日はね、180ちょっと。売上金額は、71,450円です。売上としてはまずまずのスタートを切ったが、10日後はまばら。ご主人の背中も心なしか寂しそうだ。今日はどんな感じですか？今日はいまいちですね。いまいちです。今2です。夜は本当に寂しいですね。もうこれは通りは本当に良くなく、今はかな。あ、なんだ今気落ちしていた孝子さんの顔がほころんだ。その訳は毎日家で留守番をしている2人の子供たち。連れてきたの。ありがとう。お母さんの顔が見たくてしょうがなかったんだ。家では2人きりでどう？寂しいかもしれない。お母さんが作ってくれた一杯のラーメン、その温かさは他にはない。日本一の味だ。オープンして一月、客足は減る一方。今日も死んでますね。死んでるというのはお店？お店死んでますよ。いませんでしょ。車が寂しくて通れてます。馬車馬のように働いてきた疲れか、それとも気が抜けてしまったのか。この日の売り上げ50,000円。閉店後、タコさんの日頃の鬱憤が爆発。毎日今日みたいな方が滑るよ。今日はもう本当に利益ない。この海苔目ってよ、お姉ちゃん。そうやって盛り付けるでしょ、だいたい余るでしょ、戻るでしょ。それじゃだいたいスニャンとなってんの。それでムカつくの。
教えてもらってないのに怒られるんだもんね。だから教えても治ってないのはこれなぜ。あんたそういうふうに言わないで。それは違うよ。そんなプライドなんかいらないよ。だってお金も儲けするためだから、お客さんもね楽しんでもらうためだから、私それしか持ってないから。店うまくいかないと何も他のことも考えてもゼロだ。しょうがないよ。売り上げがどんどん落ちていく。そんなある日、吉村屋直系の店の四天王が集まり食事会が開かれた。そこに孝子さんも呼ばれた。吉村社長が太鼓判を押す四天王、多い日は1日700食も売る強者たち。孝子さんの勉強のためにと吉村社長が異例の招待。枚数から言って2枚半ぐらいで、最初から7枚か8枚か売れるかなと自分なりに思いました。甘いんだよおめえバカ野郎。はい、すみません。もうちょっと売りたいっていう気持ちはあるのね。もちろん、もうすごくあります。何かを犠牲にしなくちゃ。自分は子供を犠牲にしました。場所ってのはとても大事ですよ。商売なんてそれでほとんど決まるんですよ。後から騒いでも正直遅いよってのがもう感覚なんですよ。基本、とにかく基本ですね。もう社長信じてついてって。私、本当に心こそ私どうしようもないんです。一生懸命やるしかないんです。自分の味美味しいですかって兄貴弟子たちに聞かれても私は答えられないんです。でも自分なりに美味しい味作ってるつもりでこれからも作ります。それだけです。社長、話聞かなくて許してください。社長の反対を押して店を決めた、その後悔の涙。翌日心機一転、気を取り直して仕事に励むが、自分の思いになかなか応えてくれないご主人に苛立ちが募り、一緒にやってるから本当はこうやって見てて、あ、これちょっとだったらもうできるようになるでしょ。本当は分かってるんですよ大体。だけど立場があるでしょ、先輩という立場が。じゃあ自分でやれば。やってもいいよ。うん、じゃあやれ。じゃあ今から任せるからね。やってもいいけど。やってみ。ほら、もういいよ。はい、これはどうする、やって。今ね、お米忙しいんだ。夫婦の呼吸が全く噛み合わない。ちゃんと見て、早くして。ご夫婦仲がね、さらに良くなられたら、もっと美味しくなるだろうなっていうふうに。それがあとはプラス10点かなっていうね。午後3時、客足が途絶えたその時。ヒロさん。はい。もう閉店。突然の閉店、一体孝子さんは何を思ったのか。スープを容器に入れ、どうしようというのか。孝子さんが厳しい表情で向かうところは、修行を重ねてきた吉村屋だった。おはようございます。どうしたの？今日ちょっとあれ見て、ちょっと見てもらいたいんですね。はい。スープに自信が持てなくなった孝子さんはアドバイスが欲しかった。薄いな。食べたくなるラーメン。はい。自分で飲んでみて。吉村屋のスープを自分なりに作り出したつもりでいた。しかし、その味はまるっきり違っていたようだ。はい、どう？風に軽い。薄いだろ。薄い。直系の兄弟子の店にも足を運んだ。お前のところなんでお米がなかったの？だから消してんだろ。基本的なことをお前はもう全部忘れちゃってんのか。覚えてるつもりやってもつもりなんだよ。はい。つもりなんだよ。はい。すいません。兄弟子たちの知った激励とアドバイスを胸に、その夜スープ作りに打ち込む。果たして味は変わるのか。オープンして1ヶ月半、朝店に出る時間が早くなった。スープ作りに一段と手間をかけるようになったからだ。吉村屋の味を作り出す努力と試行錯誤は続く毎日。花っ柱をへし折られ、一からの出直し。もう量はもう今日はもう倍にしてるからね。ようやく味を引き出せるようになったと
孝子さんは自信を持った。ねえ、殻抜き手伝う。やってみる。死に物狂いの孝子さんに刺激され、ご主人も積極的になってきた。夫婦が手を携えて作り出すスープ、吉村社長が様子を見にやってきた。初の女性店主を是が非でも成功させてあげたい。厳しさは愛情の証でもある。努力を重ねたスープの味を見てもらう。お願いします。お願いします。自信はあるが、いざ社長が味見をするとなると緊張する。果たしてどんな評価が下るのか。あと引かねえな、あと引かねえな。食べたいと思わねえな、この味やな。鶏が弱いしね、全般的に弱いな。鶏入れてみな。はい、あの2番の鶏入れてみなさい。はい。孝子さんの自信は偉大だ。だがもう一息のところまで来ていることは社長の表情からも伺える。鶏ガラを加えたその結果は、うん、うまい、隠して再出発。遠のいていた客足が戻ってくるのか。吉村社長にこの味を保てと言われたスープ、毎日同じ味を出すことが店の信用につながる。今日うまいです。生まれ変わった孝子さんのラーメン。はい、お願いします。はい。夫婦の息も合ってきた。一つ歯車が噛み合えば全ていい方向に転がっていくもの。チラシの効果か、引きも切らずに訪れる客の評価も。ちょっとやっぱり味変わってますよね、最初の時と。ね、コクもあって本当に美味しいです。最高ですね。再出発の初日、閉店の9時まで大盛況だった。さあ売り上げは。嘘。おいくらですか。約14万です。はい、すごい。本当に今まで最高です。ハッピーです。幸せ。苦闘の末に作り上げたラーメンは今は美味しいと評判を呼んでいるそうです。お店も今は固定客がついて売り上げも順調に伸びているということです。特集でした。